ジャン・ビゴはフランス・パリ出身の映画監督。父親はジャーナリストのミゲル・アルメレーダ。父はアナーキストとして第一次世界大戦開戦前より対ドイツ外交において平和主義的立場を取るボネリュージュ氏を創刊し、編集主幹を務め、ドイツの手先として極右組織アクシオン・フランセーズの格好の標的となっていた。1917年8月6日、アルメレーダは逮捕され、5日後の8月11日に、獄中で首に紐を巻きつけられた状態で死亡し、自殺として処理された。暗殺されたという疑惑は、当初から存在し、息子、ジャン・ビゴは、父の死を解明しようと努めていた。ジャン・リュック・ゴダールの映画、映画という、ささやかな商売の映画と、衰退には、ジャン・ビゴをモデルにしたジャン・アルメレーダという人物が登場する。父の死後、極右勢力による嫌がらせや脅迫は遺族へも及び、当時12歳だったジャンの家族は身を隠すように暮らしていた。高校に進むも、学校をたらい回しにされ、クラスメートにはのけ者にされた。そのためモンペリエに住む義理の祖父で、写真家でもあるガブリエル・オーベースに扶養されることになり、そこで、彼にイメージの手ほどきを受けた。1931年26歳の時にポーランド出身のリド・ロザンスカと結婚し、一人娘のリュース・ビゴを設けた。ジャン・ビゴは若い頃から肺結核を病んでおり、29歳の時に敗血症で死亡するが、その短い生涯で後にフランスと世界の映画の将来の発展に大いに影響を与えることになる2本の劇映画。新学期、装甲ゼロとアタラント号を残した。またそれ以前に、1920年代のニースの社会的不平等を題材にしたサイレント映画、ニースについてと、世界新記録を樹立した水泳選手のスポーツドキュメンタリー、水泳選手ジャン・タリスの2本の記録映画を監督している。彼の2本の劇映画は、検閲によって、非愛国的とされ公開禁止処分を受け、パリの解放後まで上映は許可されなかった。全部合わせて3時間と少しのフィルムしか残さず、フランス映画に大きく寄与したことが、呪われた映画作家と呼ばれ、詩人のアルチュール・ランボーと比較される。ヌーベルバーグの面々をはじめ多くの人々から敬愛を集めており、フランスでは彼の偉業にちなんで、新人監督を対象としたジャン・ビゴ賞が設けられている。4作品すべてカメラマンのボリス・カウフマンが撮影を担当している。長寿で映画批評家、ジャン・ビゴ賞の主催者。また映画、ルアーブルの靴磨きにはサンドイッチ売りとして出演。1931年6月30日生まれ、2017年2月12日、死去 https://twitter.com/iannbret/status/830789759735536367。ありがとうございます。